クルセーダー作戦、クルセーダー作戦、クルセーダー作戦は第二次世界大戦中の1941年11月18日から12月30日に北アフリカで行われた数軸国軍に対するイギリス連邦諸国軍を含むイギリス軍以下イギリス軍と記す、の反抗作戦のことである。1940年9月イタリア軍は 自国の植民地リビアから東のエジプトへ進行したが、イギリス軍の12月9日に発動したコンパス作戦により逆に攻め込まれ、リビアの切れない価値方から撤退した。これに危機感を抱いたドイツのヒトラーは1941年2月、エルヴィン・ロンメルを司令官として、ドイツアフリカ軍団を北アフリカへ派遣した。そこで、ロンメルは直ちに反撃を開始し、 イギリス軍をエジプトまで追い込んだものの、トブルクを陥落させることができず、そのまま包囲する形成となった。これに対し、イギリス軍は二度の反抗作戦を実施したが、いずれも失敗に終わった。双方は、戦力の充実を図り、それぞれ攻勢作戦を準備したが、11月18日に、イギリス軍が先手を取って、この攻撃作戦、クルセーダー作戦を開始した。 これに対し、ロンメルは敵軍の側面を攻撃し、一時イギリス軍は退却した。ロンメルは東の国境方面へ装甲部隊を進行させ、一気にイギリス軍の兵艦船を切断し、殲滅を図った。しかし、そこで敵の抵抗に遭い、さらに補給の状況も悪化していたため一旦と武力の西方がざらまで撤退した。 けれどもここでもイギリス軍の攻撃に耐えきれず、損害を抑えるようにしながらエル・アゲーラまで退却した。これにより、トブルクは、数ー国軍の方位から解放され、切れない価値法は、イギリス軍が支配することとなった。西方電撃戦後、1940年6月22日独仏、休戦協定が締結され、北アフリカのアルジェリア、チュニジア、モロッコも、ナチスドイツの区靴である、 ペタン原水のビシー政権の統治下となった。1940年9月、イタリア軍はこれに乗じて、自国の植民地リビアから東のエジプトへ進行し、一旦はエジプト領シディバラーにまで攻め込んだものの平坦状の理由でそれ、伊東へは進めなかった。これに対し、イギリス軍は1940年12月9日にコンパス作戦を開始し、イタリア軍を撃退して、 逆に、リビアにまで攻め込んだ。重要な同盟国の領土を失わせるわけにはいかないと考えたヒトラーは1941年2月、ロンメルを司令官として、ドイツアフリカ軍団を北アフリカ戦線に投入した。北アフリカに着いたロンメルは1941年3月24日、反抗を開始して、4月4日にベンガジを奪回、4月12日には、 エジプト国境近くのバルディアを占領し、エジプトとトブルクの連絡を遮断した。さらに4月14日には包囲したトブルクへの攻撃を開始するまでになった。しかしながら、トブルク守備隊の抵抗と、これまでの戦闘による戦力の消耗のため、トブルクを攻略できなかった。これに対し、5月15日からのブレビティ作戦を、はじめとして、イギリス軍も3回にわたり、 反撃作戦を行い、この三回目の反撃作戦が、クルセーダー作戦であった。エジプトに侵攻してきたイタリア軍を、エル・アゲイラの西まで追い詰め壊滅させたが、ロンベルの反抗により、エジプト国境まで攻め込まれ、これに対する二度の反撃作戦を失敗したため、イギリス首相、ウィンストン・チャーチルは、中東方面軍、総司令官を、 アーチボルド・ウェーベル大将からクルード・オーキンレック大将に変えた。チャーチルはオーキンレックと連絡を交わすうちに彼が北アフリカの数軸国軍に対しただちに攻勢を取らなかったことまた第50ノーサンブリア不評師団オキプロスへ派遣したことから不満を抱くこととなった。オーキンレックの主張する戦力を充実してあと北アフリカの数軸国軍に対する攻撃を開始する。 開始日を1941年11月1日とすることについてチャーチルは7月に彼を本国に召喚し議論の結果これを承認するに至った。また中東方面軍は増強を受け軍の編成で従来からの第13軍団に加え第30軍団が創設されこの2個軍団を機関としてこれらを統括する第8軍が創設された。 第8軍北アフリカ戦線での活躍がヒトラーに評価され、1941年7月1日付で、ロンメルは総攻兵大将となった。独断の多かったロンメルの指揮に対し、その戦闘結果からようやく信頼関係が醸成されてきた、イタリア北アフリカ派遣軍総司令官のイータロ、ガリボルディ大将が7月12日にエットレバスティコ大将に交代させられた。 新任のバスティコがロンメルの独断的な指揮に対し苦情を述べたため、立腹したロンメルは本国へ行き、7月31日にヒトラーに面会し状況を説明したものの、ヒトラーがイタリア側との対立を避けたかったため、はかばかしい返事は得られず、ムッソリーニと相談するよう指示された。8月6日、ローマでロンメルは、ムッソリーニ、イタリア軍参謀総長、 ウーゴカバレーロ元帥と会談し、当時の補給状況からトブルク方位の維持は難しい。ため、トブルク製法で防御陣地を築く方がいいとするイタリア側に対し、補給物資の備蓄さえ充足すればトブルクの攻略は可能であると主張して、最終的にはイタリア側の了解を取り付けた。8月15日付でアフリカ総合集団が創設され、ロンベルは正式に ドイツ軍とイタリア軍を一体的に運用できるようになった。イタリア北アフリカ派遣軍1940年10月にシチリア島へ配備されたドイツ空軍第10航空軍団によりマルタ島を基地としていたイギリス海空軍はその行動を阻害され数軸国軍のイタリアから北アフリカへの補給が順調に行われるようになった。けれども対ソ連戦争を重視したヒトラーにより 第10航空軍団が東部戦線へ投入されてからはマルタ島を基地としたイギリス海空軍は1941年末まで数軸国軍の兵員及び物資輸送に対する脅威となっていた。この被害の状況は1941年の7から8月で27000トンの物資を喪失し、これは1940年6月から1年間に 喪失した分に匹敵したものだった。また、それ以降も被害は増大し、このような状況下で、数軸国軍の輸送船舶の利用については、その積み荷について、ドイツ軍とイタリア軍が接班することとなっていた。このため、ドイツ軍が増強されるにつれ、補給の不公平が顕在化することとなった。このクルセーダー作戦は、 イギリス軍が5ヶ月もじっくりと戦力を整えて、一気にとブルク包囲解除を目指した作戦だった。イギリス軍の作戦計画の概要は、ウェーベルの行った2度の作戦の失敗、ブレビティ作戦及びバトルワックス作戦の経験を踏まえた大胆なものであった。不評主体の第13軍団は、戦車部隊が随反し、リビアエジプト国境地帯のハルファイア峠 海岸地域の数軸国軍部隊を攻撃し、さらに別方向から進行する第30軍団とトブルクで合流する。別に、第30軍団は一旦南下して、数軸国軍の陣地が少ない砂漠から北西方向へ進行し、トブルクを包囲する数軸国軍部隊を攻撃する。また、トブルク守備隊はこれらの攻撃にこうし、包囲の内側から南東のエルドゥが、 エドデズエ攻撃を行い、海岸部のガンブーとガンボットを進んでくるニュージーランド第2師団と合流するというものだった。全体として第13軍団及び第30軍団によりエジプトリビア国境付近から飛ぶルクまでの数軸国軍を包囲し、トブルク守備隊も包囲の内側からこうして攻撃を行い殲滅する計画だった。また、 この作戦開始直前の1941年11月16日夜から17日にロンメルの殺害を狙ったフリッパー作戦が行われたものの失敗していた。ほぼ同時期にロンメル元ブルクに対する攻勢作戦を計画していて国境地帯に配備していた部隊は現状のままとし、トブルク外閣防衛線の南東部に対して空軍の爆撃と 砲兵部隊による支援砲撃を加えながら装甲部隊を集中的に用いて攻略する計画だった。これに先立ち、ゾンマーナ・ハト・シュトラウム作戦、ゾアマーナ・ド・ストラウム、真夏の夜の夢が9月14日に実行された。この作戦の目的は補給物資獲得であったが、連合国軍空軍の攻撃により、目的を果たせず、中止となった。ここで、 イギリス軍の文書を入手したが、作戦実施について具体的な記述がなかったことから、作戦実行が遠いものと判断し、ロンネルはトブルクへの攻撃開始を11月23日とした。第8軍の進行開始時点で、数軸国軍はトブルク周辺にイタリア軍の第17パビア、第25ボローニャ、第27ブレシア、第102トレントの 各不評師団及び第101トリエステ自動車各不評師団を配備し、国境付近の拠点、バルディア、バーディア、ソルーム、ソルーム、ハルファヤ、ハファヤ峠など及びトブルク周辺の拠点にイタリア軍とドイツアフリカ特殊任務師団を配備していた。また、気候部隊のドイツ第15及び第21装甲師団をトブルクとバルディアの中間付近に配備し、 イタリア第1 3 2ありえて戦車師団を予備として飛ぶルクナンポのビルエルグビ、バールグビに配備していた。11月17日、リビアエジプト国境付近の豪雨の中をイギリス第30軍団の各師団はマッタレーナ、マディリーナ取から国境を越え西へ移動を開始し、18日朝には、 第七気候士団の戦闘部隊は飛ぶク包囲陣、外角まで4 0トルの地点に到達した。第四気候旅団は東側に留まり、第二十二気候旅団は中央のビルエルグビに、第七気候旅団は飛ぶクの南東シディレゼグ、シジラゼグへ進行した。また、これら気候旅団の南に、南アフリカ第一師団が進んだ。けれども、 この配置は3個の気候旅団を分散させることとなって、後に数軸国軍に核撃破されることとなった。また、イギリス第13軍団は、東からソルーム、ソルーム方面へ進行した。11月18日、イギリス軍は午前中、国境付近のシディ、オマール、シジオマーからトブルクの南の内陸エルクワスク、エルクワスクまでの、 約6 0トルの線で前進を続けていた。18日午後になって、ローマから戻ったロンメルへ、前線の警戒部隊からイギリス第8軍の攻撃開始の報告が入った。これに対し、ロンメルは直ちに飛ぶルク攻撃を延期し、反撃の準備を始めた。19日にはイギリス第13軍団のインド第4、不評師団はソルームを、 東側から鉄条網と地雷により封鎖し、南のシディオマールに向かっていた。またこの頃、ニュージーランド第2師団は、国境沿いの数軸国軍拠点を包囲しながら、数軸国軍防衛線を西側からソリウムへ向かっていた。イギリス第7機構旅団はトブルク攻略のために配備されていたドイツアフリカ特殊任務師団の背後、トブルクの南東シディレゼグへ攻撃を開始し、 一旦はここを占領した。第13軍団ではインド第7不評旅団、インド第4不評師団所属がシディオマールへ攻撃を開始した。これに対し、ロンメルはイギリス軍全体の状況を把握できずにいたが、第二次トブルク攻撃を延期し、装甲師団による反撃の準備を始め、まず第21装甲師団の一部をガブルサレー、ガブルサレーへ派遣した。 翌20日午前ロンメルはイギリス第13軍団の攻撃を攻撃主力とみて、第15、第21の2個装甲師団を一旦は国境方面へ向かわせたが、午後にはイギリス軍の攻撃主力が飛ぶ陸南方の第30軍団の機構部隊であるとして、イギリス第7機構師団側面へ向けて2個装甲師団により攻撃を始めた。また、 トブルク南方の交通の要所ビルエルグビでは、イギリス第22気候旅団と南アフリカ第1、不評旅団、南アフリカ第1師団所属の攻撃を、イタリア第1 3 2アリエて戦車師団がしのいでた。自軍の兵力が敵兵力より少ないものと見ていた。ロンベルは、背後から攻撃を行える有利な地点に進出し、トブルクを目指し北上してくる敵軍を格好撃破する、方針とした。 20から21日かけての夜間に飛ぶシ守備隊が攻撃に出たものの一旦は撃退された。けれども次の不評戦車50台が随反したイギリス第7 4師団の攻撃はイタリア第25ボローニア不評師団の防衛戦を突破し砲兵隊二個大隊を全滅させた効果のあるものだった。これに対しては手持ちの部隊で何とか対応しその穴を埋めた。21日 ドイツ軍はシュディ・オマール西方からイギリス第7機攻旅団の背後をつき、イギリス軍を配送させ、機動的防御体制を取った。22日にはドイツ第21装甲士団がシュディ・レゼグで苦戦中のドイツアフリカ特殊任務士団の救援に向かい、飛行場とその周辺でイギリス軍との激戦となり、ドイツ軍がこれを奪還した。また、夕方ドイツ第8戦車連隊。 第15装甲士団所属が第4機構旅団を壊滅させた。イギリス第13軍団は国境付近でソルーム背後の敵人とハルファや峠に対し攻撃を行ったが、数軸国軍はカプッツォ取りでホートカプーソがニュージーランド第2師団に占領されたほかは何とか持ちこたえた。ここでロンネルの取った方針はだった。この構成は 11月23日に開始されたのだが、この時にロンメルは司令部から遠く離れていて、クリューベルへの命令は6ページにも及ぶ長文の暗号で伝えられた。解読に時間を要すると見た、クリューベルはおよその状況を把握していたので、暗号の解読を待たずに、早朝第15装甲士団へ向かった。この直後に、ドイツアフリカ軍団司令部のあったガムブート、ガンボットが、 ニュージーランド第2師団の攻撃を受け、ドイツ第15装甲師団へ向かおうとしていた、司令官のクリューベルは、わずかな差でこれを逃れていた。23日朝、通軸国軍は飛ぶルク南ン地域で、戦闘準備を整え、シディレゼグ地区にはドイツ第21装甲師団、ビルエルグビ地区にはイタリア第101アリエテ、自動車かフ評師団及び、第132トリエステ戦車師団が集結した。 クリューベルの意図は、ドイツ第15装甲師団を南西に移動させ、これに、ビルエルグビから移動させる、アリエテ師団を合流させて、飛行部隊を集中して、イギリス軍を背後から攻撃するというものであった。南西方向に移動中だった、ドイツ第15装甲師団は、シディムファ付近で、イギリス軍の戦車部隊を発見し、これと交戦を開始した、ドイツ第団は、 シディレゼグへ向かっていたイギリス第7機構士団に接触し激戦となった。昼にはこれにこうして飛ぶルク守備隊が戦車60両と不評部隊で包囲を脱出しようとしたが、包囲軍のイタリア第17パビア不評士団の対応により封鎖線を突破することができなかった。午後の早い時間帯にドイツ軍はイギリス軍の背後に回り、これに アリエテ師団の戦車120両も合流し、第5戦車連隊、ドイツ第5装甲師団が右翼、第8戦車連隊、ドイツ第21装甲師団が中央、イタリア軍が左翼という布陣で背後からイギリス軍に攻撃する体制となった。けれども、南アフリカ第一師団砲兵部隊の素早い展開による砲撃のため、数軸国軍の攻撃は停滞したが、これに対抗して、 砲兵部隊を動員し、午後の遅くにようやくイギリス軍を包囲する形成となった戦車部隊の再度の攻撃が始められた。シギレゼグ南方の砂漠地域は戦場となり、砂塵と昇園により視界が悪化したので、イギリス軍の戦車と砲兵部隊の一部はこれにまみれ南と東方向に包囲を脱することができた。戦闘の詳細が判明してきたのは、 深夜を過ぎてからで、数軸国軍はこの状況を検討し、ト飛ぶ力法人に対する危機的状況は去り、イギリス軍戦車兵力に多大な損害を与え、イギリス軍の指揮をくじいたものと判定した。二十三日、カニンガムは、イギリス軍がトブルク全面で壊滅したことから、撤退の承認を求め、これに対しオーキンデックは、空軍のアーサーテッター、中将を同伴して、 カイロの司令部から第八軍司令部へ飛び、両者の間で激論が交わされた。ドイツ軍のエジプト侵攻に対しトブルクへの攻勢を、中止し全軍をエジプトへ戻し防御をすべきと提案したカニンガムに対し、オーキンレックは、ウェーベルの失敗に鑑み、攻勢を維持するよう言明した。オーキンレックは二十五日にカイロの司令部に戻り、カニンガムを第八軍司令官から解任して、 中東方面軍参謀次長のニール・リッチー少将を第八軍司令官に任命し、構成の続行を命じた。チャーチルはこの人事の報告を受けたちに承認した。イギリス軍の当初の作戦計画が頓挫してしまったため、リッチーは直ちに飛ぶ陸前面の第七機構師団の崩壊を防ぎ、全部隊を再編成する必要があった。この時間稼ぎのために、 広報拡乱と情報収集を目的としたジョック、戦列と呼ばれる小規模な戦闘パトロール隊を20体以上編成し、数軸国軍の背後、主にイタリア軍に送り込み効果を上げた。24日、クリューベルからの前日の戦果報告を受け、ロンベルは敵の背後に浸透して攻勢に転じ、イギリス第13軍団が、同第30軍団の残った兵力と合流する、 前に殲滅し、さらに、ハバタ及びメタレーナトリでの司令部及び、兵艦基地を破壊、兵艦線を遮断し、それによって敵に構成を諦めさせる方針を取る、ことにした。ドイツ第15及び第21装甲次第をガブルサレーを起点にして、エジプト領へ侵攻させ、イギリス第13軍団を、包囲殲滅することとした。しかし、ロンメルの作戦主任参謀、 ジークフリートベストファール、中佐はイギリス軍がビルエルゴビ付近で体制を立て直しているとの報告を受けていたためこれに反対したが、ロンメルは受け付けなかった。この攻撃体制のため、トブルクナンの兵力はアフリカ砲兵隊指揮官、ベトヒャー少将が指揮を取る、わずかな非自動車化部隊となってしまった。ハルファや峠を包囲しているイギリス軍を東から遮断するため、 第21装甲師団は、ロンメルの直接の指揮の下、エジプト国境のガスルエル・アビド、ガスアエル・アビドから進攻した。また、第15装甲師団は、シディオマール攻撃の命令を受けた。しかし、シディオマールのインド第4不評師団は、直前に増強されていて、これに、第15装甲師団は当たることとなってしまった。このため、 同士団に伏せられた第五戦車連隊は多大な損害を出すこととなった。ロンメルはさらに第21装甲士団に対し北方へ向かい、ソルームのニュージーランド第2士団への攻撃を命令した。その後、第15装甲士団へ向かったロンメルの指揮者が故障し、そこへ道に迷い通りかかったクリューベルの指揮者に同乗したものの、アフリカ装甲集団司令部には、 容易にたどり着けなかった。ロンメルが前線式で不在の間、立ち直ったニュージーランド第2師団は、第1陸軍戦車両団の支援を受けしディレゼグへの攻撃を始め、同時にトブルク守備隊も数軸国軍を攻撃した。このため、数軸国軍のトブルク包囲陣は寸断される事態となった。そこで、作戦主任参謀ベストファール中佐は独断で、 ドイツ第21装甲師団へ攻撃を中止、撤収し、トブルク方位への帰還を命令した。この時に、ドイツ軍は、イギリス軍の大兵艦基地近くを通過したが、これに気づかなかった。もし、そこに集積されていた物資を、ドイツ軍が入手できたならば、イギリス軍は窮地に追い込まれることとなっていた。ロンメルは、ベストファール中佐の命令を尻激怒したが、 司令部に戻って再検討した結果、この判断は正しいと判断して攻勢中止を承認した。一旦、エジプト国境に進んだ、ドイツ軍はすべてとブルク方位陣へ集められ、ハルファヤ峠付近の数軸国軍部隊は孤立することとなった。クリューベルは11月28日には、ドイツ軍の第15、第21の両総攻守団を掌握し、 トブルク南東部の状況打開のため、29日にシディレゼグ付近のイギリス軍を攻撃することとした。国境付近からニュージーランド第二師団は攻撃を開始し、29日にドイツ第十五装甲師団にイギリス軍に対する攻撃命令を伝達に向かったドイツ第二十一装甲師団長フォン・ラーフェンシュタインを捉えた。しかし、七十五高地においてニュージーランド第二 師団は、アリエテ戦車師団による攻撃を受け、多数が捕虜となった。また同時に第七機構師団は、ビルエル・レゲム南方から飛ぶ塾へ向け移動を開始していた。オーキ金レックは、第七機構師団を含む、新たに整備した部隊を集め、ビルエルグビ付近に戦力を集中し、再び飛ぶクを包囲している、数軸国軍に対し攻撃を開始した。 ロンメルは12月4日に飛ぶク東側の包囲部隊を引き上げて、第15、第21装甲士団をエルドゥがシディレゼグンから西へ向かわせ、これにイタリア軍を合わせ、ビルエルグビ付近のイギリス軍を攻撃することとした。けれどもイタリア青年ファシスト士団だけが合流し、5日にイギリス第7機構士団に対し攻撃が開始された。これにより手薄になった。 数軸国軍の包囲をつく形で飛ぶク守備に当たっていたイギリス第70不評師団が攻撃を開始し、エルドゥがベルハミド、ベラムド間の用地を占領した。6日、再びドイツ第15、第21装甲師団はビルエルグビのイギリス軍に対して攻撃を行い、包囲寸前まで行ったものの要請していたイタリア軍はついに合流せず、翌7日には形勢が逆転。 包囲される形成となり、第十五装甲師団長、ノイマンイコールジルコーも負傷した3日後に戦死した。12月10日に、オーキンレックはチャーチルに退出次のように報告している。ロンメルは一旦はエル・アデム、エル・アデムで防御陣地を築くこととしたが、数軸国軍の損耗が著しかったため、イギリス軍の攻勢に行しきれず、数日で ここの防衛拠点から撤退せざるを得なかった。12月15日にロンメルは国防軍総司令部に対しガザラ地区を12月16日まで守り夜にメキリ、メキーリー、デルナ、ダーナ経由で撤退すると報告した。16日ローマからカワレーロ元水が来て切れないか地方の放棄に対し対抗を示したがロンメルは戦いつつ有利な防衛陣まで交代するを 変えなかった数軸国軍がアジェラビア、アゲデイビアまで交代した12月27から29日の防衛戦ではイギリス軍戦車部隊を壊滅させるほどの損害を与えた。ロンメルは1月3日にアジェラビアの放棄を決め、エル・アゲイラ、エル・アゲイラまで交代しその東側に防衛戦を築いた。こうして再び、切れないか地方はイギリス軍の手に落ちた。 また平坦戦の障害となっていたエジプト国境のソルームは1月12日にハルファや峠の守備隊は1月17日にようやくイギリス軍へ投降した。イギリス軍は数軸国軍に包囲されたと武力を救出したものの、数軸国軍を決定的に敗北させたわけではなく、またエジプトから数軸国軍に対するエルアゲーラ全面までの長距離の兵坦戦を維持。 しなければならないこととなった。この時点で前線で使える飛行場は、ムッス、ムゼスしかなく航空輸送はその能力が限られ、ベンガ事故は、シチリア島からのドイツ空軍による爆撃と、機雷投下により機能を失っていた。一方、シチリア島のドイツ空軍が強化され、ドイツ空軍によるマルタ島への爆撃で、イギリス海空軍の活動が抑えられ、イタリアからの補給状況が改善した。 1942年1月20日、数軸国軍は再びエル・アベイラからエジプトを目指して攻撃を開始した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。